キクちゃん、まーちゃんのごきげんラジオ。はい、これからご機嫌ラジオやります。今日のニュースをお願いします。気になるニュース。やっぱり大谷君ですね。やっぱりなんだかんだ言って、なぜかなって、まあね、ニュースにしたからも、とりあえずね、地区優勝おめでとうございます。地区優勝。まあ、これから今度は地区優勝、今度はどんどんとね、頑張りたいなと思ってます。なんか頑張ってください、ごとに。悩み相談のコーナーです。よろしく。悩み相談来てますかね。はい。来てますね。はい。誰ですか。誰ですかって見ればいいんじゃないか。誰ですかじゃなくて見ればいいでしょ。誰ですかじゃなくて。変ね、まこちゃん可愛い。18歳、高校3年生。かちゃん、まちゃん、こんにちは。お二人にいつも笑わせてもらって。うちの学校にはそこチャンネルを見てる人結構いるんです。たまにお昼ゲリラ配信やってくれるけど、休み時間友達やってます。コメント見ると。自分たちは親ぐらいの人、女性にずっと文句言ってるマジもキモいです。自分の親ぐらいでこんなことをやつやつちゃんを上手しました。それまでも2人配信続けていてすごいなってお話ししたマジで老害ババアたちに負けないでください。相談なのですが、私には片思いの人がいます。相手はきっと別の子が好きだと思います。振られて気づくのが怖いからこのまま卒業まで黙ってようかと思ってます。それとも心した方がいいですかね。菊ちゃん、まーちゃんは好きな人ができたんですけど自分から告白しましたか。どうしたらいいでしょうか。これは私は自分から、言った。私はね、クニさん自分から言ったの。告白ってないな。僕の場合は告白ってのはなかったな。なんでかっていうと、そういう人もあんまりいなかったし、それでやっぱりね、僕の場合はやっぱりね、普通クラスじゃなくて、まあね、頭の本当にパートナー、クラスだったからも、そんな、告白されるような人もいないし、そういう人は告白みたいのはなかったな俺は。自分がまあこんなこと言ってまあね、ごめんなさい、本当に失礼ですけど、本当に、僕の前は告白とはなかったですもん。そういう人もいなかったしね。そういうこともそういうの来ないし、もうそういうのドキドキするような女もいなかったし、もう、だから僕の場合は告白というのはもう、やってません。そういう人もいないし、もう自分からもう身を引いたからね、そんなの。たとえそういうの、そういうことはもう来ないから、もう僕の場合は申し訳ない、申し訳ないです本当に。僕の場合は告白は、一言ね、ちょっとね、それはちょっと、セリフとは言うですけど、だけど、ね、この方は、そうしてって、そうだよな、やっぱり一回もう、自分でそういうふうに思ってんだったら、もう、思い切って告白した方がいいと思いますよ、もう、
だろうと。そうすればお互いのね相手の気持ちも分かるし、うん、であのね、あんたさんも気持ち分かるからね、本当に私はあの人も好きなんですよって言ってさ、いつまでもどうしよう、ここが来たのいいかな、どうしよう、私はこの人が好きなんだけどっていうよりも、一回、うん、私はこういうふうでね、あんたが好きなんですけど、どうですか、うん、高校、うん、中学校、高校でもいいや、もう授業して、お付き合い、もしやられたらいいですかって、まあ、お友達関係ね、最初お友達関係で、うん、どうですか、うん、のがいいかもしれませんね。どうしよう、言った方がいいのかな、いいかなって、言っちゃいなさい。もう思い切って言った方がいいと思います。それでもね、卒業したら、ああ、失敗したな。あの時言っとけばよかったなっていうのもね、後悔するよりも、うん、僕は、うん、言った方がいいと思います。はい。私はね、うん、告白したことあるけど、やっぱり相手に、中学校の時は別に自分からでやりたいわけじゃねえから、向こうから言ってきて私は断ったんだから。だけど私の時もやっぱり向こうから付き合ってって言われたので私は断った。で25、国屋さんと知り合って水商売でスナック焼き鳥屋さんと付き合って一ヶ月同棲して勤めて、3ヶ月かな、そうだね、3ヶ月ずつ詰めて1ヶ月同棲して、それで私は国屋さんから行ってきたの。私からも行きそうなって言ったけど、お互い好きだったら、付き合ってもいいんじゃないの。でも、いや好きだったしね、告白したでしょ、した方がいいんで、いいのかな、それとも告白そのまま、うん、私は中学の時は自分から告白したサイズだって、そして向こうから告白されたで私は断ったの。うん、でだからどうなんですかって聞いてんの、どうしたらいいんですかって、うん、どうしても諦めなかったら自分から告白したら、告白して好きです、付き合ってくださいって言ったら友達からよろしくお願いしますって、その方がやってしたらいいと思いますけど、好きだったらね、諦められなかったらね、自分から、うん、好きです、付き合ってください、友達からよろしくお願いします、はじめまして、友達からよろしくお願いしますって告白したら、その私はいいと思いますよ、うん、頑張ってください、うん、ということです、よろしくお願いします。はい、悩み相談第1弾を終わりました。あ、今度は悩み相談第2弾だ。第2弾。うん。うん。うん。これベロン好きじゃねえんだよな、ほんと。食べる一個は。うまいべ。マスクメロン。じゃあ、スリーバーメロン。北海道の。もういいやん。うまい。おしべ。何甘ぶっ飛ばすぞ、この甘ぶっ飛ばすぞっていう人だよ、23歳の男性、人にはいつも楽しみ、え、去年何草まだ自分は社会人になったのに、違う、書いてないよ、自分はじゃない、これ草まさんの書いたんだよ、いつも楽しませていきます、やっぱり拝見させて、
で、自分は社会人になったので困っていることがあります。飲み会、僕の勤めてる会社が先、先輩の飲み会が多く、飲み会のカラオケなど詳しい人前で歌うことや何か面白いことをやるのが苦手。ここでマーさんに相談です。マーさんはいつも配信で何やれって言われてすぐにできるのが本当にすごいなと思います。もしあれば僕だったら無理です。どうやったらマーさんみたいにすぐじゃふにゃモノマネができるのですか。コツはあるんでしょうか。おすすめのモノマネ、これをやれば盛り上がる芸能であれば僕に教えてほしいです。よろしくお願いします。まあコツってのはね、ないんですか。コツってのはね、とにかく、コツってのは、まあ、コツってのはあれだね。ただ、やっぱり、恥ずかしがれない。それでももう何でも、まあね、自分で頭を使って、なんていうのかな。ギャグとか、ギャグとかね、モノマネができん、ギャグとかモノマネができるんですか。はい。ね。とにかく恥ずかしがらない。一応ね。ね、一応、この方は、先輩じゃないですよ。後輩だよな。後輩だね。もう、なんていうのかな、もう、僕だったらね、そういう、俺も最初はでき、何もできない。何もできないけどね。とにかく、自分でバカになることですよ。自分でバカになること。恥ずかしい。こんなこと言っちゃダメ。こういうふうに、まあね、いけないこともあるけど、それをちょっと分け目で、分けまいでね。とにかく恥ずかしがらない。構わないからもう、自分をバカになれってことです。はい。バカにならないと何もできません。そこで、なんていうのかな、自分でもう、利己ぶっちゃってか、そうなったらもう何もできない。とにかく皆様を笑わせるためにはもう、自分でバカになって、バカなことを言って、バカなことで笑って、するのがいいかもしれません。できないっていうか、できます。この方はね、もっと盛り上げる。そう、とにかく、あんまり、自分をバカになることです。そうすれば、いろんなことできます。僕もそうだったんですもん。俺になったら何にもわかんない。自衛隊でも何にもわかんない。ね、何にも困っちゃう。ね、何にもわからない。ただもう、笑いして、なんだことを、それでは全然面白くねえよ、って言いながら、どうしたら悪いことなんだ。そこで私は、頭を、待って。あんまり頭を使ったらダメだな。よし、じゃあ、俺はバカになろうと思って。だから今までバカになったんですもん。はい。一番。利己は誰でもできます。バカはちょっと難しい。とにかくバカになることです。そうすればいろんなことを浮かんできます。はい。それが僕の、まあ、アドバイスしたらおかしいですけど、はい。そうすれば何もできます。恥ずかしからないで、何でもできます。とにかく、僕の、アドバイスはもうそれしかありません。自分を磨くためには馬鹿になることです。それだけです。僕の愛。それこそ何でも頭の中に浮かんできます。はい。それが僕の、一番のヒントです。はい。これを少し、そこであんまり、どうしよう。どういう風にしたら笑えればいいんだろう。そういうことはなくてもいい。とにかく自分を頭にバカになることです。はい。それが僕の、はい、アドバイスです。多分、この方はちょっと頭、いいと思いますので、
出て、あなただったら出てギャグとかモノマネ出てできます。はい、それが僕の、うん、一つのアドバイスが赤になること。はい、これでよ、それが僕のあれです。うん、申し訳ないけど僕の場合はこれで、はい、今まで、はい、これでやってきました。はい、どこ行くにも、はい、あんまり利口ぶってもしょうがないです。はい、それです。とにかく頑張ってください。はい、僕の答えはもうこれしかないです。はい、あとは下手なこと言って、あ、何人って言われても、ね、申し訳ないから、とにかく僕はそれで来ました。うん、はい、すいません、これで終わりにします。はい、はい、あなた様、あの、ね、私の場合は、うん、モノマネっていうよりも、うん、歌が好きだから、その味噌場に入って、うん、歌を歌ってるのは17歳の子からもざってるから、それで18で水商売入って、先輩の付き合いでね、で22までやったけど、結構恥ずかしかったよ、社長を歌う時は、17歳の時。でもそういうのを気にしてたら何にもできない、歌えない、モノマネもできない。だから恥ずかしいのとかそういうのを全部もう舞台に上がったら、そういう、まあ舞台だろうな、どこに上がったら、うん、恥ずかしいとかそういうのを忘れて、モノマネとかそういう歌、自分の好きな歌を下手でもいいから歌ってみな。みんな喜んでくれると思うよ。じゃあ歌で、そう、歌で、うん。私の場合はね、18の時にカラオケ大会ってあったのよ、県人組合の。うん、それで1000人以上かな、2000人とかって来たのね。で、その時に、私、舞台に歌、私はやらってたんだけど、どうしても歌ってくださいって。着物も重ね着物で、うん、来て、それで、自分で髪打って、で、パーマ屋さんでパーマかけて、腰まで長い髪をね。それで、髪飾りがないから全部ひっくるめて、うん、結構行ったな。でも、河川着物は自分の着物だけど、それで自分で着物着て、自分でカラオケで歌いましたよ、MCC の歌。そしたら、カラオケ大会で優勝しましたけど。だけど、そういう、から、そういう、なんていうの、うん、で、水そば入ってて、でも、最初は私も恥ずかしかったよ。だけど、そういうの我慢して歌ってたら、歌好きになったの。だから、そういうふうにした方がいいんじゃないのかな。飲み会で歌を歌った方が楽しいと思うけど。なんで歌えないのかな。下手でもいいじゃん、歌ったって。誰が何言おうとそんな気にしないで歌ったら。私は別に気にしないで歌えるけど。自分の好きな歌詞の歌を歌ったら、そういうの恥ずかしいと思うんだったら、あれだよ。恥ずかしいと思わないで歌ったら、歌でもいい、そういう、早口言葉でもいい、あと何て言うんだ、うん、そうだな、そういう飲み会だったらお酒飲んで楽しいこと、そういう、漫才じゃないんだけど、なんていうのかな、そういう言えないな、なんていうのかな、難しいんだよな。もし相手が喋ってきたらそれに突っ込む、
だけどそれが難しいのね。私もできなかったんだけど、二商売でそういうのたまにやってたからできるようになったんだけどね。だからとにかく歌歌った方が楽しいと思うよ。だから飲み会は歌、あとはそういう早口言葉とか、うん、あとしりとり、あとは何だろう、と自分の好きな女性のタイプとか、そういうの聞かれたらそういうふうに答えた方が面白いと思うよ。とにかく恥ずかしがらないでやってください。私はそうやって頑張ってきましたから、はい、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、それでいいです。はい、これで、まあ、僕らジェジェババアの気になる、じゃ悩み相談を、あげました。はい、僕らは、うん、こういう、まあね、これで、うん、悩みが、うん、なんつうのかな、満足っておかしいですけど、はい、それでもしあれだったらそういうふうに、うん、僕らはお願いしたいなと思ってます。はい、僕の二人のジジイババアの話は、うん、本当にもう本当に、うん、なんつうのかな、本当に簡単に、うん、子供みたいな話だけど、うん、これでとにかく、うん、うん、少し、やって、まあね、本当に受けるか受けれないか、それは分からない。多分、この方は頭のいい人だから受けると思います。うん、そこで、プラス、あなた様がバカになって、いろんなことをやれば、多分、すごい。だから歌を覚えたら面白いから。うん、歌うと思います。思います。はい。早口言葉を教えませんけど、これで、悩み相談を、第1、第2部と終わりに、出していただきます。第21弾。はい。気になるニュース、気になる、悩み相談を、21弾。はい。やりました。で、これで、悩み相談を終わりにさせていただきます。すいません。じゃあ、申し訳ないです。はい。今度は次のコーナーがありますので、すいませんけど、言わせていただきます。まーちゃんの、モノマネドーンってやってみよう。マーさんのモノマネをコーナーさ、はい、マーさんのモノマネ、はい、マクシムサスダダダダボダボルモンダルダルダロダラルモンっつうの、マクシムダラルモン、この人はマクシムダラルモンって知ってますか？はい、この方はマクシムダラルモン、ブランドコーヒー、ブランドコーヒーのマクシム・デラルモン、これこそは、この方はマクシムのすごいコーヒーメーカーの、まあコーヒーメーカーとコーヒーを作った人ですよ、この人は。うん、これはこの人は日本で作ったあれです、マクシム、マキシム、あ、マキシマン、うん、ダラモン、マキシムダラモン。はい。そしてこの人は、すごい日本が好きでね。しょっちゅう、マキシムから、来たんですよ。日本に、国に。僕は、うん、この方は知ってますよ。うん。僕が小学校、うん、小学校でこの人、行って握手もしました。うん、サインをくださいって言ったら、うん、この方サインのところで握手だけがいいよって言って、サインは、うん、やめてって言うから、はい、わかりました、じゃあ握手だけお願いしますって握手をしました。それに、うん、あのコーヒーブレンドみたいのコーヒーなんだっけ、豆をくれました。これであなた、コーヒーを美味しく食べ、うん、作ってください。それで、何個くれたかっていうの、二粒が、うん、すごい。それで、私は嬉しくて、子供の時だね、小学校4年ですね。嬉しくて、うん、母ちゃんに、これを、普通の、うん、豆じゃないって。じゃあ、どこの豆なんだって。
マキシム、ボサノボさんとか、母ちゃんびっくりしました。はい。じゃあ、何個くれたんだって。うん。二つ。ほう。サインはできませんって言われたのにサインはしなかったです。はい。それですごい、この方のモノマネです。うん。すごい。この人はもう日本人に来てるからもう日本の言葉しかわかりません。うん。その言葉と教えます。うん。ジャパン。ジャパン。はい。ジャパン。ジャパンってのはジャパンです。ジャパン。ただ、この一言は、その一言を言うのはジャパン。ジャパン。はい。ジャパンとは誰ですかって聞いたら、あなた。はい。ジャパン。すごい。そうです。僕がジャパンって言ったら、僕はジャパンじゃない。日本人。いや、ジャパン。日本人。僕はジャパンじゃない。日本人。で、またこの人が、マキシム・ボルフロムさんが、ジャパンっていう、僕は違う、日本人、と答えました。この人は、顔を真っ赤にして、もう、ジャパンには来ませんっていう、僕は、ちょっと待って、うん。マキシム・ボサノボさん。あなたはずっと日本に来て、僕が日本って言ったから怒っちゃいけません。それで、なんとかなだめて、はい、話した。じゃあ、あなたはジャパン。僕は違う、日本人。はい、と言いました。はい、それで、もう、疲れたようで、はい。OK、OK、OK で、終わりました。この人はすごい。今、生きてれば、90、はい。あの時で、いくつだ？もう、あれから、もう、30ぐらいかな。うん。はい。30ぐらいです。うん。すごい。この人はすごい。マキシム・ボサノボさん。コーヒー豆の、うん。発明者です、この人。はい。すごい。言葉。うん。僕はもう、一言言って、漫談です。はい。この方はもう、僕のマンダム。友達マンダム。はい。マンダムフレッション。マンダムフレッションです。それで、もう、この方はもう、日本から、その、マキシム・サボレムのところに言いました。これが僕の最後の言葉。マキシム・ボサノボさん。はい。あなた、ジャパンじゃない。日本。はい。ここで終わりました。これで顔を真っ赤にしましたけど、関係ありません。はい。この人がマキシム・ボサノボさん。はい。これで、このマキシム・ボサノボさんを終わりにしたいと思います。ほら、おめえだよ。何やってんの？待って。あれでしょ？待ってじゃないでしょ。了解でしょ？了解できたよ、これ。難しいね。どうしたらよか、これ。了解ってよくやってっぺ。その妖怪の真似を見せればいいんだっぺ。何？鬼太郎の。鬼太郎でも妖怪したらわかるだろ。目玉のおやじとか、おい
たの。どうかよ。何でもねえけど。父さん。ほら、これが来たらの声だ。父さん。ネズミ男。うん。一旦もめ。なんだ砂かけババア。お前はクソかけババアだっぽめ。その真似でいいんだよ。できないでしょ砂かけババアって言われても。んだかおめえ。やってんの。うん真似だよ。砂かけババアしたら。私はクソかけババアって、ポー、ポーってやればいいんだって。バカ。あと、猫娘とか。いっぱいいんじゃねえか、バカ。自分で考えろ。クソかけババアとかいるべ。うん。太郎。北郎って何でもいいんだよ、妖怪だもん。いっぱいいるべ、妖怪したら。いっぱいいるぞ、妖怪。妖怪、くっさけ女とかね。妖怪、まむし女とかいっぱい。何でもいいんだよ、おめバカ。私が知ってんのは妖怪、蛇女。蛇女って数字にか、蛇女で。ヘビしたらなんで？バンバン。こいつもニャラ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 って。面白くねえな。え、ニャニャラでしょ。ニャ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 ってヘビやの？ニャラニャラって言うの？ヘビってニャラニャラなんか言わんねえよ。こいつやんね、ヘビってのは。ニャラニャラニャラって言わないよ、おめえ。聞いたことねえ、ニャラって。頭使え。これで、うん、終わりにします。まあ、最初に言わせてもらうと、うん、まあ、いろんな、うん、一日の、うん、悩み、それからこんな気になるニュース、はい、そして、うん、だけこのモノマネモノマネじゃねえよこれ、うん、悩み相談を、やってます。そして一番大事な悩み、今本当に皆さん苦しんでる悩み、ね、まあねこうじじいばばがまあやらして読ましてやらして、うんうん、もらってます、はい、できるだけうんあなた様に答えができるような、うん、コメントをしたいなと思ってます。たまには、うん、話でも、うん、僕に話をして、うん、会わない人もいます。うん、気抜かない、まあ気抜かないって失礼ですけど、はい。はい。その言葉が、うん、合わなくて、うん、僕らはちょっと、うん、分裂して、うん、話ができなくなっちゃう時もあります。はい。できるだけ、うん、じじいばば一生懸命、あなた様に答えるような言葉を、うん、悩みね、話をしたいなと思ってます。今、本当にバンバン、どしどしと、思ってます。まあ、一つ、うん、一生懸命答えますので、よろしくお願いします。今はもう、漏れたくさんで募集してます。皆さん、本当に、もし、悩みがありましたら、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、申し訳ない、本当に。ていくだけじじが頑張ります。本当にすいませんけど、うん、お願いします。はい、これでご機嫌、まーちゃんきくちゃんのご機嫌ラジオを終わりにさせていただきますけど、はい、本当に皆さん本当にどうもありがとうございました。じゃあすいません、また来週、また来週またよろしくお願い申し上げます。じゃあこれで終わります。はい、これで、うん、簡単でございますけど、これで終わりにさせます。じゃあすいませんけど、これで終わりにします。じゃあすいません。はい、じゃあお疲れ様でした。はい。じゃあ終わり。すいません。失礼します。はい、今日はちょっとじじいはあんまり元気がないけど、これで終わりさせていきます。はい。じゃあ、皆さん、ありがとうございました。すいません。はい。失礼します。失礼します。